皆さん ATX へようこそ。誰でも簡単にできる ATX 加入の手順をご説明いたします。まず ATX はこちらの4つのサービスで見ることができます。スカパーは衛星アンテナや光回線を利用してご覧いただけるテレビサービスです。全国どのエリアでも見ることができます。J:COM は日本最大手のケーブルテレビ会社が提供しているケーブルを利用したテレビサービスです。 CATV は J:COM 以外の日本全国の各地域に密着したテレビサービスです。 HIKARITV は NTT の光回線を利用したテレビサービスで、 HIKARITV チューナーを持っていればすぐに見られます。それではまずスカパーでの視聴方法です。まずリモコンをご用意ください。ご自宅のテレビリモコンで CS ボタンを押し、 CS 放送を映しましょう。番組表ボタンを押し、番組表を映します。十字ボタンで番組表から CS161 QVC チャンネルを選択してください。3桁入力からチャンネルを探すこともできます。決定ボタンを押し、 CS161 QVC チャンネルが映った方はスカパーに入れます。加入方法はスカパーをタップ。すでにスカパーに加入している方はオレンジのボタンをタップ。ログインページに進んでください。これからスカパーに入られる方は赤いボタンをタップ。次の画面で加入お手続きをタップしてください。商品選択のページですぐに ATX が出てきた方はこちらにチェックを入れ、次のステップへ進むをタップします。出てこなかった方はまずチャンネルをタップし、アニメを開いてください。下にスクロールし、 ATX にチェックを入れ、次のステップへ進むをタップします。次に B キャスカードの番号を入力し、申し込みに進みます。 B キャスカードはテレビの裏または横に差し込んであります。カードの裏面にある番号を入力してください。 B キャスカードが見当たらない方はテレビから番号を確認できます。詳しい手順はこちらからご確認ください。ご不明な点はスカパーカスタマーセンターまでお問い合わせください。次に J:COM での視聴方法です。加入方法は J:COM をタップ。すでに J:COM テレビサービスに加入している方は緑のボタンをタップしてログインページにお進みください。これから入られる方はオレンジのボタンをタップし、申し込み画面へ進みましょう。まずお住まいの郵便番号を入力してください。次に集合住宅か戸建てかにチェックを入れましょう。最後に J:COM サービスを利用していないをチェックしたら、次へのボタンをタップ。ここでサービス提供エリア外と出てきた方は申し訳ございませんが、他のサービスによる視聴をお考えください。サービス提供エリア内のお客様は申し込みを進めてください。ご不明点は J:COM カスタマーセンターまでお問い合わせください。 J:COM 以外のケーブルテレビでのご視聴を希望される場合はケーブルテレビをタップ。ご自分のお住まいの地域にあるケーブルテレビにお問い合わせください。最後に HIKARITV での視聴方法です。すでに加入している方はこちらをタップ。リモコンで簡単にお申し込みが可能です。
これから入られる方はこちらをタップしてお申し込みください。 ATX は最短30分で簡単にアニメや声優オリジナル番組が見られるチャンネルです。地上波配信より早く見られる番組もあります。全番組 CM なしで録画もできます。皆さん、テレビで ATX を楽しみましょう。